ハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。おお、こりゃなかなか。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。なことより、手はどうも。はじめまして。よろしくお願いします。おお、よろしくな、ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。VIP席から指名受けてそっちに着いたわよ。 VIP 席？ほら、奥にある部屋。あの子、中華系なんて言ってたけど、本当はただの日本人なんでしょ？いや、あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあなんで採用されたんだ？多分、VIP ルーム係ってことで採用されたのよ。VIP ルーム係？VIP ルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いから、みんなあの部屋には行きたくないのよ。例えばリューマンの連中とか。そう、連中毎日のようにやってきては、女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから、退入で入ったサエコって子が手がわれたわけ。はあ、かわいそうに。じゃあサエコは今あいつと。いい加減にしてよ、この変態。店長からはお前を好きにしていいって言われてんだ。さっちゃん、大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃあ変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前ら、なんでここに？なんでって？あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだね。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があって、ハンピン・リューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとは訳が違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ、知ってるぜ。でも本当にそうなのか、あんたでもう一回試させてもらおうと思ってね。何？やんのか？ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ、一丁またここでやるか。待て、お前の実力は分かったろ。でもな、そんなことチクっちまったら最後は俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ、おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。は？喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと、組織の上の人間に俺がチクる。そしたらどうなるかな？てめえら、俺を脅そってるか？脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。くそ、
バカなことをしちまったもんだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか。でもちょっと遅かったんじゃねえの。ちげえよ、あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。来い、お前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ咲きにして横浜港に捨てちまえ。よし、調子乗ってんじゃねえぞ。それでよし、行くぞ。絶対負けない。やってみろ。やんのか。こっち見せてやるよ。ガンガン行こうぜ。来やがれ。やめんなよ。やめんな。やってやる。来やがれ。逃げるなら今のうちだぞ。見てなさい。じゃあもう避けるのに。よし、来た。舐めないでくれる。とっておき。やめんなよ。やろう。あっち。あっち。やるぞ。やんのか。バリバリ行くよ。とっておき。やってやるぞ。ほら、やるぜ。ほら。ガンガン行っちゃうぜ。なめないでくれ。行くぞ。いい調子だ。やってやろう。ぶっ飛ばしてやる。てめえ、ダメだ。さあ覚悟しな。だっ、やばいよ。よし、来た。また強くなっちまったか。くたばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。誰がてめえなんかに。じゃ、チクるしかねえんだけど。待て、言えば絶対にチクらねえって約束できるのか。ああ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよな。おめえを信用しろって、そいつはちょっとめんどくせえやつだな。よし、じゃあチクり開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピン・リューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった、喋る喋るってよ。お前らの聞きたいことは何だ。ソープランドの店長、なんで真淵さんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接真淵に聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人は真淵さんなのか。私電話で聞いたのよ。手下がラオマーって呼んでいるの。確かに真淵さんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え、おい、て、おめえだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、俺は呼ばねえ。だって俺中国語は喋れねえんだ。え、あんたリューマンなんじゃねえのか。バカ、ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は生まれも育ちも日本だ。だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェくらいのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、
でも国籍があればまだマシの方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンには字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。マブチってのはどんなやつなんだ。マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ。死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんかマブチさんと口も聞いたことねえよ。じゃあマブチの居所は。知らねえよ。電話番号は。だから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。嘘じゃねえよ。本当に知らねえんだ。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。確かに。わざわざこんな店に潜入までして無駄足もいいとこだったが。たく、お前も散々痛めつけといてひでえ言い訳だね。だっておめえリューマンの癖してマブチのこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえなこりゃ。まあいい、もう行っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことはチクるんだろ。は？どうやらお前なんか勘違いしてんな。何を。俺らの知り合いが死んで、それにマブチってやつが絡んでると俺らは思ってる。だからマブチの情報をどうしても聞きたくてお前に手荒な真似をしちまった。でお前は被害者面してるけど、元はといやお前がやった悪さが原因だろ。まあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ。チクらねえって嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえからとっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはねえ。他になんか知ってんのか。俺の知ってることといえば、そうだな、マブシさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎがハンピン貿易公使だ。ハンピン貿易公使。まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだってマブシさんの会社から仕入れてる店がある。マブチは中華街が嫌いなんじゃねえのか。そりゃマブチさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街の奴らは誰もマブチさんの会社を相手にしなかった。だけどハンピン貿易公使の輸入する品物はどれも一流品、しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついにはマブチさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今やマブチさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。なるほど、それがマブチの一番太いしのぎか。ってことはそのハンピン貿易公使にマブチは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺がバイトしてた時は一度も見かけなかったが。バイト？浜北公園の奥にハンピン貿易公使の倉庫兼事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、マブシさんは一度も見たことねえよ。1ヶ月って短っ。こいつ根性なさそうだもんな。バーカ、荷卸しはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。
よし、俺たちもやってみねえか、ハンピン貿易講師のバイト。いやでも、やったところでよ、マブチに会えるかはわからねえんだぞ。とはいえ、今つながる線はそれしかねえ。そうさ、直接会えなくったってマブチにつながる何かが見つかるかもしれねえだろう。それに乙姫ランドが潰れてみんな無収入なんだし。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若い奴らだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。宿っちゃくれねえぞ。なるほど、じゃあまたあの人に頼むしかねえな。だな、ハルワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。お給料もらいながら情報も手に入る、悪くないわね。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。あのよ。うん。俺がホームレスから金を取り上げてたこと、本当にまぶしさんに言わねえでいてくれんのか。マジで怖えんだよ、まぶしさんは。何度も言わせんなよ、大丈夫だ。でもあんたもなんで急にハンピン貿易講師の話をしてくれたんだ。本当に内緒にしてくれんなら仮になっちまうからな。だからよ、借りたなんてよ、やめてくれよ。信用してくれたんだね、ありがとうよ。あ、それとよ、今度から女の子の嫌がることはすんじゃねえぞ。ああ、今度からはキスとかお触りだけにしとく。それならいいんだろ。一番、やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。